張るで引っ張ります。引っ張る、から外して引っ張るとビューンって、おーおー、よく見える。皆さんこんにちは、米村伝次郎です。ジャイアン村上です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんか永久機関を作ったとかいう、はい、そうなんです。すごい夢の永久機関、うん、そう、お次は私がもらうかもしれない、うん、はい、永久機関っていうのはよく話でね、よく出てきますね。出てきます、はい。でまあ、よく絵とかはあるけどね、実際のものってなかなか見ないんだけど、そうですね、ジャイアンが見せてくれってことなんで、はい、使うのはこちらです。はい、ガラス管。ガラス管結構細いね、はい、4π って書いてますね、はい、結構細めです。内径が、内径がですね、うん、4mm、 4mm ガラス管があります、はい、じゃあそれを入れると、はい、これをこの色水の中に入れます。インクで着色したんだ、はい、はい、そうすると今そこについてます、うん、ちょっと持ち上げるっても、あ、ここだね、はい、少し上がるんだよね。水が少しだけ上がるんですよね。入れただけだよね、うん、入れただけです。高い位置に、水面より高い位置に来てる。これが、これが毛細管現象ですね、うん、毛ってのは髪の毛ね、はい、のように細い管、毛細管の現象。毛があるわけじゃないんですか。何それ。ジャイアンの永久機関っていうのは毛細管現象を利用したもの、はい。これではあんまり上がんないから、はい、これじゃ上がんないので、ちょっとさらに細くしたいと思います、うん、はい、バーナーで炙って引っ張ります、はい、まあ、これ細いから伸ばすの簡単でしょう、ね、まずはガラス管を熱して柔らかくする、うん、入ったかな、久しぶりだな、ガラスを。あ、これいわゆるソーダガラスだね。ソーダあの色がね、炎色反応、はい、柔らかくなってきました。じゃあそれでこれで引っ張ります。引っ張る、から外して引っ張るとビューンって、 うわ、思ったこと伸びなかったねちょっとね、ここちょっと傷つければ、お、ペチッと折れた。この辺でいいかな、うん、傷をつけると、あ、そっから折れる、うん、じゃあ入れてみます。もう手の震えがすぐ分かる。おー、よく見えるよ。なになになに、上がってる、上がった、上がった、さっきよりも上がってる。これね、ええ、これこっちは水面から 1、2センチぐらい、1センチぐらいだったんですよ。うん、上がってます。少し引っ張り上げればこのぐらい、ところが細い、ほんのほんのわずかはここまで、ええ、細ければ細いほどよく上がる。これが毛細管現象、うん、でジャイアンの永久機関は、はい、この永久機関、この上がったこの手前のところで折ります、うん、で曲げます、下に折り曲げるのね、折り曲げます、はい、下の方に、はい、そうするとこの勝手に上がってきた毛細管現象で上がってきた液を下に落とすことができるんじゃないか、うんうん、なるほど。で水が落ちればここに水車を置いて、うん、モーターつけて回れば、あら不思議、発電ができるんじゃないかって。おー、あ、それいっぱいいっぱい束ねて、そう、いっぱい束ねたろ、うん、原理的にはね、できるんじゃないか。グッドアイディア。これが僕の考えた永久機関。なるほど。ノーベル賞、はい、ノーベル賞、ノーベル賞、はいはい、ということで、ガラスを曲げる、もう結構難しいよ、はい、失敗できないんで先生お願いできますかじゃあライターをつけてもで、じゃあこの、あ、それを曲げる、あ、熱で柔らかくして重力でくにゃっと、おお、俺では折り曲げました。入れてみたいと思います。入れると、あ、後ろ行っちゃった。グイッと、でもグイッと回って、ほらほらほら、でも先までは来たよね。出てきました、うん、いや、出てる様子はね、今のとこないけど、垂直にしたら落ちる。あれあれ来たよ、先までは、うん、あれあれ、そうだね、
出てきました。せーの、よっ、上がれ。いったいったいった、あーっとー、あれ止まった。ここまで行ってないけどね、ここまで。あれ、最初のもそうですけど、先端まで行ってますよね、それ。うん、先端までは行くんだよね。え、落ちてかない。これはどうでしょうか。よ、あ、リベンジ。落ちてた。あ、これはもうサイフォンで落ちるんじゃない、原理は。え、落ち、あ、出た。サイフォンの原理じゃん。出てきた。ちょっと上上げた方が見えるのかな。あ、少しずつだけどね。こちらなんか落ちそうでしょ。これはあのサイフォンの原理で落ちるやつですよね。うん、もう管が細いからすごいゆっくりだけどね。こちらのやつは水面よりも高いところだから、あそこで落ちたら循環するよね。そうなんです、この中に戻れるんですよね。そうだよね、だからずっと永久に水が上がって落ちて上がって落ちてってったら永久に水を、これは下に落としちゃってますもんね。これは水位が下がってしまって結局止まっちゃうから、ただのサイフォン、すげえ細いサイフォンってことだよね。あら、最初のやつですよね。そう、これが落ちれば、落ちればジャイアンの永久期間ができるんだけど、これが落ちない。これで落ちたら永久期間になっちゃうんだけど、はい、これがだからいろんなアイディアあるんだよね。この先もっと斜めに注射器みたいに細くしたらとかね、斜め切りしたらどうかとかさ、落ちやすくなんじゃないとかね。ちょっとか、一回スッて吸ってあげて息をつけたら、そのまま勢いでずっと行く、うん、続けるとか。あそこにティッシュみたいな吸い込むやつやったら、はい、一旦吸い込んでポタポタ落ちるんじゃないかとかさ、その勢いでどうとかね、いろいろ言うけど結局は全部できない。もちろん一つ一つにちゃんとできない理由があるわけだけど、でも逆の方から攻めると永久期間はできませんっていう法則だよね。そうですね、永久期間はできないから、この水面よりも上に口がある場合には水は落ちない、うん、落ちると永久期間ができることになっちゃうから、はい、でそうすると、科学の物理の法則が根本から全部覆されちゃうんで、もうノーベル賞どころのもんじゃなくて世界がひっくり返っちゃうっていうね、はい、これまずい問題になるんですよね、うん、こんな小さい実験だけど、もし落ちたら今の科学物理が根本から覆ってしまう、うん、永久期間を取り上げられることは多いんだけど話で、はいはい、だけどみんな割と絵とか、そうですね、そういうパターンが多いの。実物は確かにない、実物なかなかできないからさ、物がないですね。 でも毛細管のこのジャイアンの永久期間は実際に作って確かめられるから、はい、そこがちょっと違うところなんだよね。ガラス管さえあればなんとか、うん、ということで残念ながら、水は落ちませんでした、はい、科学の物理の法則は破れませんでしたということなんですけど、残念でした、うん、もらえると思ったのにな、ということで小さな実験だけど、はい、大実験でもあるという、毛細管永久期間という実験をジャイアンに紹介してもらいました、はい、ありがとうございました。バイバイ。